お役か。ゆっくり休めなくなるのは間違いないな。今のうちに寝ておこう。はい、これ。なんだこれ。開いてみて。そうだ、昼寝で忙しいんだった。読み書きができないと恥ずかしいよね。パクは顔役なんだから。それじゃあ読んでみて。それじゃって言われてもな。これだと初心者には難しすぎる気がするぞ。もっと絵本みたいなやつはないのか。難しいぐらいがちょうどいいの。いつもくだらないことばかり言っています。ほら、続けて読んでみて。いつもくだらないことばっかり言っていますと。これでいいのか。うん。それじゃあ次の行。王様は家来に言いつけました。王様は家来に言いつけました。そうそう、ちゃんと読めてる。読むだけで精一杯だけどな。王様は言いました。寒くて腹がペコペコだ。王様は言いました。寒くて腹がペコペコだ。ちょっと試しにこの文を読んでみてくれるかな。こいつ疑ってるな。どこかにおいしい当たった買い物ないかで間違ってないだろ。本当にもう読めてしまうんだ。なんで物足りなそうに言うんだよ。それじゃあこの辺りから書くだけで読んでみて。いきなりかよ。わからないところは飛ばしてもいいから。あそこからいい匂いがする。家来あれは何か。家来は言いました。あれは王様の食べ物ではありません。というか面白いのかこれ。ここの文学はこういう感じなんだろうか。説話というか偶話というか古典的で格調高い感じはするけどね。似たような話をどこかで読んだような気もするし。考え込んでないで先を続けてほしいな。その食べ物なんであるか。お店の人は答えました。にゃえ、なっくん本当にこれで合ってるのか。うんうん、合ってるから早く先を続けて。にゃーって何のことだ。読んでいればそのうちわかるから。ではそのにゃーを送れ。お店の人は答えました。へい、ねぎま一丁。喜んで。どこが面白いのかさっぱりわからないぞ。書くは読んでいればいいから。っていうかネギマってなんだよ。なんでいきなり出てくるんだよ。ニャーはどこに行ったんだよ。いいから続けて続けて。本当に話が面白いのか単に笑われているのかわからない。これはニャーではない。チューである。王様が食べたいのはミケのニャーである。
いやいや、どう読んでもおかしいだろこれ絶対。どこもおかしくないよ、どこも。そもそも何の本なんだよこれは。古代から伝わる文書だけど、内容についてはたくさんの解釈があって、まだ解読できていないんだ。そんな小難しいものをいきなり初心者に読ませるなよ。ちゃんと読めているから大丈夫だよ。それより先を続けてほしいな。最後まで読めば少しは意味もわかるから。本当だな。じゃあ続けるぞ。醤油の樽を持ってこい。後の人の支度が整っています。おしまい。で、本当にいいのか、本当に終わってるのかこれで。本当に面白かった。結局最後の最後まで完全に意味不明だったぞ。なんかもうものすごく釈然としないものを感じるぞ。意味が分からなくても言葉の響きがとても面白いのだけど、書くにはまだ早かったかな。早いとか遅いとかの問題じゃないだろう。それじゃあ次はどれにしようかな。まだやるのか。これから毎日練習だから。練習練習。なあくん、これ練習じゃなくてお前が面白がってるだけだろ。何のことかな。なんか妙に混んでないか。歩くのも一苦労だぞ。ルレティエ、大丈夫？はい、大丈夫で。ごめんなさい。この時期はいつもこんな感じなのです。この時期ってことはもしかして何かあったりするのかな。はいです、あれをちょうど来たみたいなのです。なんだあれは。もうすぐ姫殿下の生誕祭があるです。その祝儀のため諸国より王女や貴族の子息たちが帝都に上京してくるです。次の帝となる姫殿下に家督を譲られるより前から忠誠を誓うのです。へえ、じゃああれはそのために来たどこかのボンボンってわけか。ただ頭を下げるためだけにわざわざ遠いところからご苦労様だな。否定はしないですが、それ以上はやめといた方がいいのです。皆が兄さん、オシトル様と同じではないのです。アンジュ姫殿下は荒人神である帝のただ一人の直系であるお方、正真正銘の天使様なのですが、この帝都、いえヤマトには姫殿下に命を捧げている者が5万といるのです。オシトル様なら軽口ということで済むことでも、あまり目に余るようだとある日忽然と消えることになるですよ。そうか。淡々とした口調がかえって怖いというか、脅しているとかじゃないっぽいな。これしかし意外だな。何がです。いや、なんだかんだ言って心配してくれたんだなと。顔見知りがある日突然いなくなっていたら、さすがに夢見が悪いのです。そうですか。本当に脅しじゃないのね。上京してくるのはただ生誕祭のためだけに来るわけではないのです。それがなくとも、もともとこの時期になると有力者たちは後継ぎなどを帝都へ送るしきたりになってたです。そして何年かここで過ごさせ、様々なことを学ばせるのです。高名な学士に弟子入りする者がいれば、学徒となり勉学に励む者も、武に秀でた者は軍属になり、名のある者の射程となる道もあるのです。そうなんですか。皆さんすごいのですね。あの、ルルティエ様もそうなのですけど。あの、もしかして知らなかったですか。私は名代として帝に献上品を届けてきなさい、確か。それはただルレティエを不安にさせないよう
親御さんが内緒にしてたんじゃないかな。言われるとそんな感じがするな。ルルティエの話だととても小煩悩の方みたいだから。それにしてもうまく考えられてるね。何がだ？世継ぎなどを膝元に置くことで必要な知識を学ばせること、忠誠心を植え付けること、絶対的な富と権力を見せつけて範囲をへし折ること、ここで散在させることによる富や文化の活性化、パッと思いつくだけでこれだけの利点があるかな。さすがは姉様なのです。この意味に気づいたですか。いや、なぜお前がドヤ顔なんだ。こっちだってそのくらいは気づく。他にも属国への牽制、散在させることによる弱体、人質とかの意味もあるとかな。あえて言わなかったのに、いや今のはなんていうか。いえ、私は気にしていませんから。ハク様もお気になさらないでください。逆に気を使わせて。しかし派手だな、飾られた衣装にきらびやかな装飾、楽を鳴らして歌って踊って、まるで何かのお祭りだな。自分たちがここに来た時とは随分違うな。話からしてルルティエもこの連中と同じ状況組のようだが、これと比べたらすごく地味というか。まああんな格好をして歌って踊りながら練り歩けって言われても困るな。権力の誇示と名を知らしめるためにこうして豪華な飾り付けをして派手に練り歩く家が多いのです。さらに都の人たちはお祭り好きが多く、こういった行列に拍車をかけてしまってるです。貴族や豪族たちが力を誇示する絶好の機会だからね。遠方の有力者にしてみれば少しでも名を売りたいから力が入るのも無理ないかな。私はこういったのはあまり好きではないです。見苦しいですし騒がしいのです。中には見栄を張って文不相応に飾り付けたりする者もいるですよ。そのために普段は爪に火を灯すような生活をしている家もあるとか、本末転倒もいいところなのです。なるほどね。猫のとしてはこういったギラギラしたのはあまり趣味じゃないのか。まあ騒がしいのは苦手そうだからわからんでもないが、今度のはまたえらく地味だな。さすがに汚れてたりはしてないか。じゃああのくらい質素なのが好みか。猫姉さん、もしかしてお知り合い？お久しぶりです、猫姉さん。嬉しいな。まさかテートに着いたと同時に猫姉さんに会えるなんて。どうもです。お元気そうで何よりです。その後お変わりありませんか？ええ、特に。知り合いか。にしては妙に猫姉がトゲトゲしいな。見た目はいかにも人の良さそうな少年って感じだ。嫌われそうには見えないんだが、それどころか美形とも言っていい柔らかな容姿だ。その手の年上にはさぞモテそうだ。紹介しますです。この方はキュールという公共のものです。猫姉さんのお知り合いの方ですか？申し遅れました。私はエンナカムイのキュールと申します。よろしくお願いします。はじめまして、クアンです。よろしくお願いします。姉様はクス氏をなさっているとても聡明な方なのです。そうですか、クス氏様でしたか。え、姉様？本当の姉様ではな
上様とお慕いしている方なのです。そうですよね、びっくりした。でも猫ねさんがですか。なるほど、猫をかぶった穏やかな佇まいの桑名に見とれていた。だがその外面に騙されるな。それはお前が思っているようなものでは。こちらの方がルルティア様です。訳あってご一緒していただいてるです。クスーリのルルティアです。よろしくお願いします。クジューリルルティア様、もしかして。いえ、何でも。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。エンノカムイのキウル様ということはもしかして。やっぱりそちらも。よろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。なんだ、なんか妙な空気が。とか次の紹介は自分の番か。ああ、この人はハクなのです。以上です。え、おい、短すぎだろ。なんでそこでやめる。めんどくさくなったので。あまり説明することもないですし、別にいいかなと。なるだろ、いろいろと。こう、なんていうか、いろいろとだ。本人でも言いよどむのに他人にそれを求められても困るです。じゃあなんていうか、あれだ、頼りになるとか信頼するとか、もう一人の兄様のような人だとかだな。うん、心にも思ってないことを言わせる気ですか。まるで鬼畜のような人を追加するです。心底嫌そうに顔をしかめやがった。この方は、その…彼はハク、一応、私たちのまとめ役ということになるのかな。こう見えて、なかなかに非凡で面白い人なんだ。たまたま、よろしくお願いね。まとめ役って、皆さんのですか。不本意ですが、そうなるです。ハクだ、ま、よろしく頼む。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。キウル君もこの程度でいろいろと学ぶために。あ、はい、やっと祖父からお許しが出まして、今年から。ってことはこの少年もどこかの豪族の子息ってことになるのか。にしても、他の方々と違い装飾もなく田舎者みたいで恥ずかしいのですが。実際に田舎者なのです。私はそっちの方が好きなのです。そうですか。いや、そう言われると田舎者でよかったなって思います。今回も花火も過ぎれば醜いだけ、落ち着いた方が好きだと言ってた猫ねさんの言葉を思い出しまして、そうしてみたんですよ。その甲斐があったな。そうですか。なんていうか、すごくわかりやすいな。こんな不愛想なチンチクリンが好きとは物好きだね。ま、好みなんて人それぞれか。それはいいのですが、そろそろ移動した方がいいのです。いつまでもそこで立ち止まってると周りの迷惑になるです。あ、いけない、長々と申し訳ありません。後ほど挨拶に伺いますので。それではまた、失礼します。いい子だね。素直で明るくて礼儀正しくて、ハクもあのくらいとまでは言わないけど、もう少しだけあの子みたいなら可愛げがあるのかな。ほっとけ。それにしても。姉様、
ずいぶんあの子と仲が良さげだったね。そうです、別に普通だと思うのです。あんなに熱心に話しかけたりして、俺は多分きっと猫根のことが。ねえルルティエもそう思わない？はい、なんだか温かな気持ちが伝わってくるような、ポカポカしました。女ってのは色恋沙汰が好きだと相場が決まっているわ。妙に盛り上がってるな。それは違うのです、キュールが話しかけてくるのは私が兄様の妹だからなのです。それってキュールは兄様の弟分なのですよ。兄様とキュールは兄弟の誓いを結んでいまして、なので妹である私がいつも本ばかり読んでいるのを気にかけてよく話しかけてくるのです。自分が好きでしていることですから気にする必要はないと言ってるですが。そうなんだ。ちなみに猫では彼のことをどう思ってるの？私ですか？未熟、金魚の糞、世話の焼ける、爪が甘い、泣き虫、精神的に脆い、努力は認める、才能はあるのに諦めが肝心、美的感覚がない、素朴なのと雅とを履き違えてる、まだありますがとりあえずそんな感じなのです。むちゃくちゃだな。姉様、ルルティエ様、その、なんていうか、もしかして彼のことを迷惑に思ってたりなんて。意味がよくわからないです。なぜ迷惑に思う必要があるですか？どうかしたですか？なんでもないかな。はい、なんでも。迷惑とすら思われていなかったのか、みんな。